輩出した静岡県はかつてサッカー王国と呼ばれていました。その静岡に生まれ育った彼らは静岡にある名門チームに入団、華やかなプロ生活をスタートさせました。清水エスパルス、伊藤輝義、ジュビロ磐田、高原直弘、その後日本代表でも輝きを放った彼らは今故郷遠く離れた地で暮らしています。新天地で彼らはどんな思いを抱き日々を送っているのでしょうか。現在の暮らしぶりに迫りました。沖縄県うるま市、那覇空港から車で1時間、人口12万人のこの町に今年一人の男が移住した。高原直弘、37歳。かつて J リーグや日本代表でゴールを量産したあの高原だ。沖縄で暮らし始めて半年、この日高原がやってきたのは一面の畑。ただ今まで一回も耕してなかったところをちょっと一回だけやったぐらいなので全然硬いので、ね、はいはいはい、多分すごい浮くんですよ、ね、はいはい、地元農家の手ほどきを受け耕運機で畑を耕す。気温31度、全身から汗が噴き出す。およそ1時間高原は黙々と畑を耕し続けた。作業を終え帰宅、高原は今うるま市内の賃貸アパートで愛犬と共に暮らしている。自宅を作られるときはこうご自身で作られるということですね。そうですね、もう自分で作ります。訳あってね、訳あってちょっと一人になってからは特に作ることが多くなって、はい、5年前6年間連れ添った妻と離婚、生活のすれ違いが主な原因だという。やっぱ一人だと寂しいなって思われることとか瞬間みたいなのってあったりするんですか？いや、そんなにないですね、うん、あんまり寂しいなっていうふうに思う時は、うん、ないですけども、うん、日本代表として活躍していた頃とは180度違う暮らしぶり。自宅マンションも高級会社も売り払ったという。高原はここ沖縄で一体何をしているのか。そこには壮大な男のロマンがあった。最後の仕事だと思ってやっぱもう取り組んでるし、自分のねやっぱこのあと残りのやっぱ人生をやっぱかけてやっぱりやっていきたいし、ね、もうずっとね、もう自分はもうずっともここでいてね、これを全うする、うん、だからそんぐらいの覚悟でもう来たんですよ。サッカー王国静岡で生まれ育ち常にエリート街道を歩んできた高原は高校卒業後ジュビロ磐田に入団。4つのいいコンディションを上げてくれました。さあディフェンスローラインで高橋シュート打った、ゴール、素晴らしい、追加点、ゴール。そして23歳の時史上最年少で J リーグ得点王に輝くなどスターへの階段を一気に駆け上がる。
高みを目指し、南米やヨーロッパでもプレー。6年間世界のトップレベルで戦い続けた。その間、日本代表でもエースストライカーとしてゴールを量産。だが30代に入ると故障や若手の台頭にも押され、高原が活躍する場は徐々に減少していった。それでも活躍の場を求め移籍を繰り返し、5つの球団を渡り歩いたが、去年2年間在籍した J3 のチーム SC 相模原を退団。そして、今年37歳になった高原は沖縄に移住し、第二の人生をスタートさせた。しかし農業が彼の新たな仕事というわけではない。無給で手伝いをさせてもらっているのだという。間引きまずお手伝いして、でそこからまあ収穫もやって、でさっき言った畑に行ってちょっとこう一回トラクターじゃないですか、あれやらせてもらったりとか。実は高原は仕事とは思えない時間を過ごすことが少なくない。時に住んでいる町をただ歩き回り、人と触れ合うだけで一日が終わる。シーサーってどこに置くとかあるんですか？家の中でもいいですか？そうですね、だいたいやっぱり玄関先や電柱ですね。そうですね、外ですよね。外ですね。昔は方角とかもあったみたいですね、はい、火災よけや台風よけの、はい、この市へ移り住んで半年、はい、時間が許す限りこんな生活を続けてきたという。沖縄の文化にもすっかり詳しくなった。まあ、こういうやつですね。沖縄の瓶型、瓶型って言うんですか？瓶型って、瓶型って。まあ、これもまあ伝統工芸のやっぱ一つです。高原の職業とは一体何なのか。名刺に記されたその肩書きは、沖縄エスファウ株式会社代表取締役。高原は沖縄にサッカーチームを設立していたのだ。この度、沖縄に新たなサッカーチーム、沖縄エスファウ、沖縄スポルトフェアラインですね、を、設立させていただくことになりました。高原はここ数年、第二の人生をどう過ごすべきか、そんなことをよく考えていたという。そんな時、知人からうるま市にサッカーチームを作ってほしいという依頼が飛び込んできた。一番やっぱりポイントっていうのは、まあ、さっきも言いましたけど、その人たちが本気なのかどうかっていう、この一点なんですよね。はい、自分は、まあ、こうその何回もこう会ってちょっとこう話してるのでは、本当にまあこの人たちは本気で思ってそういう風にやりたいと思ってるんだなっていうのは、まあすごいまあ面白いなっていう風に思ったところもあるんで。高原が魅力を感じたのは、ただサッカーチームを作るのではなく、行政も巻き込んだ形で地域密着の運営を目指していたことだった。その地域の活性だったり、コミュニケーションの場がたくさん増えたりだとか、うん、やっぱそういうのはすごいやっぱりたくさん経験してきたし、やっぱそういうものをやっぱあの地域で生み出せれば一番いいなと思うし、サッカーチームとその地域の深い結びつきを高原はヨーロッパで目の当たりにしていた。そしていつか日本でも同じことを実現したいと考えていた。そのために具体的に何をすればいいのか、それを学んでいる最中だという。あと唐草
例えば地元で採れた野菜を試合会場で販売するプラン。それを実現するにはどんな苦労があるのかを自ら地元の農家で体験していたのだ。サッカーでも目指すべき道は険しい。 J1 から7つ下の県3部リーグ、いわば最下層からのスタート。選手は地元沖縄の無名選手やかつてのチームメイトに声をかけ20人を何とか確保したが、そのほとんどがアルバイトとの掛け持ち。普段はこう練習終わった後はどうですか？今はバイトしてます。キャラはおいくつですか？今19です。沖縄でセレクションがあると聞いてそれを受けて受かってきました。もちろん専用の施設などない。週5日日替わりで空いているグラウンドを探さなければならない。チームの運営費は高原自らが1000万円を投資、監督選手も兼任。はたから見たらなかなか難しいだろうとか、やっぱうまくいかねえだろうとかって思う人がまあたくさんいるとは思いますけど。不安を挙げればキリがない。しかし難しければ難しいほど高原はやりがいを感じるという。やっぱそこ頑張りどころじゃん、トミーなあ。それが試合中言われてることなんだよ、トミー。わかるか？あそこできつい時に行けるかどうかっていうのを言われてるわけだよ、お前はな。結局練習でも行けてない。行けてなかったら試合でできない。当たり前だ、そんなの。きついのは分かってる。きついのは分かってるんだけど、やんなきゃダメなんだって。練習で。な、他のやつも一緒だ。目標はただ一つ。チームを J1 に導く。そのために必要なことは、すべて自分が担う。高原は、そう覚悟している。先月行われた県3部リーグ開幕戦は16対0と快勝した。高原の壮大な夢への戦いは始まったばかりだ。やっぱこの数ヶ月だけでも当然やっぱりうまくいかないことは当然やっぱりあって、うん、本当にまあたくさんの人に支えてもらって助けてもらって、うん、こうやって活動を自分たちが沖縄でやらせてもらってるっていう部分はすごいあるので、やっぱそういうやっぱり期待をしてもらってると思うしね、うん、しっかりとやっぱりそういう責任を感じながら、ね、まあ、やっていきたいなと思いますけど。今から20年前、日本サッカー史に刻まれるマイアミの奇跡を起こした男、伊藤輝義。そして攻撃に注意してみたら、届くのか、これは伊藤が入った。その伊藤は41歳になった今、東北秋田にいた。旗から見たらあいつ何やってんだって感じだよね。仕事もしねえで。